無料エピックガチャで引いた選手でガチ対決。うわ、やばいぞ。いやー、これはね、あのさ、みんなさ、やっぱ欲望になんか負けて引いちゃうんだよ。確かに、スキル追加入るとやっぱありましたね。あ、そうそう。俺はそれやっちゃったんだけどさ、うん。これガチャ依存っていうのもあります、ね。そう、ガチャ依存ってのもあるんだけど、うん、ま、貯めたじゃん。今、現段階で2024、イフトボール、最後の撮影日でございます。いや、ついに来ましたね。ということで、残り15回って書いてあるんだけど、はい、これね、全部無料で弾けるんですよ。まあ、ちょっと一回一覧ちょっと、うん、一覧見ましょうか。はい。50人全員で50人の中で5人もエピックいるんですよ。だから、うん、まあ、10回弾けば、まあ、1人出る確率ではあります。まあ、本来ならない。今回はもう15回弾いた選手のみで戦います。育成に関してなんですけど、エピックは育成 OK。ね、通常はちょっと育成しないしてはいけませんね。はい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 。かしこまりました。ただ俺らさ、これエピックのことばっかり言ってるけどさ、これキーパー弾けなかったらやばいってことだよね。要は比較的には。確かに。いる？3人です。え、だからエピック引くよりキーパー引く方が確率低い。確かに。かここはやばいな、これ。これはちょっとね。一応僕の方がですね、ロベカルストイチコフデニューソン持ってるんですよ。いや結構持ってんな。俺はこの中だったらロベカルだけなんだよ持ってるの。だからもう他4人はもう全員持ってないから普通に欲しい。俺的にはカフが欲しい。ということで、ちょっと15回引いていきましょうか。行きましょう。ということで、早速、引いていきたいと思います。うん。1回目。来ないはずないと思うんだよね。俺らなんて、いつも、150ボックスのさ、3をさ、一発目から出たりとか。まあまあ、そうだね。って考えれば、まあ、15回と回数は少ないけど。まあまあ、確率的にはね、まあ、同じような感じではあると思うんだよな。うん、150回分、うん、まあ、底引きぐらいの尺はあるんで、これ。あるある、全然あるよ。1回しか引けないんだから、俺。1回ずつって、こんだけの回数引くの結構久々かもしれないね。マジで久々。久々じゃない。その4回ぐらいとかしか引かないけど。1回ずつ引いた。だから、そうだね。トレンドか。トレンドだけだな。うん。復刻のトレンド企画とかは結構何回も引いたりとかしてるかもしれないけど。さあ、早くも3回目なのですが。今んとこは。一番最初誰だっけ？もう左サイド、今、左サイド。一番最初フォワードだったかな。じゃ、ちょっと分散はしてるね。うん。どうは。おー。だから今回、エピックのポジションがサイドバック。だから両サイドバックいて、でデニューソンが左サイド、まあウィングとかハーフとかか、ファンデルファールとか確か左ウィングか。お、キーパー来た。え、うわ、ちょっと待って、これでかいぞ。エピックより確率低いからキーパー。いや、じゃあこれエピック来るじゃない。いや、俺マジでやばいかもしれない。これジョゼスさん来たぞ。え、これも、あ、ちょっと待って、色は、え、これどうなんだ。いや、これ白色なんだ。ないか。そう、偽物か。俺マジで来たと思ったぞ今。でもこれ普通にさ、2回行く可能性もあるからさ、まだ。あと10。あと10だったらいけるでしょ。うわー、ただ、やっぱここで確定演出来てねえのきついな。じゃあ1000入ったら、もう絶対に、エピックだと思うんだよね。このタイミングで。ハイライトいないから。いや、だけど普通にウォーカーいいな。バランスはいいぞ。一番可能性ないな、これ。これ一番可能性ない。はい。まあ本当にたまに何にもない状態からいきなり金昇格あるからな。あと8回。8回だったらまだまだ全然可能性ある、うん、だってまだ半分も引いてないからね。そう言ったらここら辺で盛り返しよ。え、だからさ、もうその無料分だけでさ、うん、全部コンプリートしてるやつとかもさ、中にはいるかもしれないもんね。本当の強運のやつとかは。で、多分5回切ってくるとね、若干焦ってくると思うんだよ。いや、絶対焦ってくる。だからこのガチャであの黒演出、あれ来たら、あ、でも一人じゃない、一人しか来ないでしょ。え、クラッシュ。ああ、そうだそうだね。無理だ。物理的に無理だわ、黒演出。いつも10連だから。そうそうそう。そうだそうだ。あれは来ないんだよね。あ、そう、あれは絶対来ない。え、単発で黒って、だからないってことだよね。あ、ないわ。あれはもう2人以上確定だった場合のやつだよね。だもんね。やばい、あと5。ちょっとだいぶ追い込まれてる。え、でも5人取れるってことは、うん、全員引ける可能性も今はあるよ。この動画で一番きついのは2人ともエピックが来ないっていうパターン。え、でも本当に1000来たらもう確定だな。1000来たとしても多分あれだろうね、黄色に変わるだろう、うん、だから本当に確定じゃないパターンはさっきのあの変な紫色のここの色が変わるやつだけ。おい、めちゃくちゃやばい感じになってきたんだけど。コナミさん、言っときますけど、ここで出ないとみんな引かないっすよ。いや、本当に。本当に。それは思う。俺も。50分の5。これで出なきゃさ、みんな引かん。あ、どっち？いや、今、確定ではない。ただ。いやー、今ちょっとさ、やっぱ音声認識機能で生きちゃったと思ったけどな。
ポジションはすごいバランスよく来てるのはいいことだと思うんだけど、あと2? あと 2? 2はやばくない？ちょっと待って、えこれやばいな。うわー、線入んねえか。これやばい。エピックよりマジゴールキーパーです。あっちの方が確率低かったねんな。いや、ラストラストラストでゴールキーパー来んなよ。やばい。うわ、ちょっと待って、これやばいぞ。線はみんなもみんな引くもんじゃねえよ。おいおいおい、今から引くやついいんだって任してくれ。あの取れ高のためにエピックは必ず取る。もうだからエピック引かれたら結構戦力きついて、ということで、行かせていただきたいと思います。マジかよ。いや、俺ね、こういうの結構ね、運良かったりするわけよ。え、ないぞ。え、無料分だけ？これ無料分だけじゃね？え？マジ？え、俺てっきりボックスドローンになるのかと思ってた。え、やばい、なんか一気に緊張が高まってきたわ、これ。線は？これでも本当に線来たらもう。でもとりあえず線が来なかった時はもうキーパー祈るしかないんだよね俺は。俺らのガチャだけ見て諦めないでほしいけど、ただ俺の可能性を見せていきたい、このガチャの。いや、いい夕焼けだ。本当だよ。うわ、こんなに線欲しいことねえよ。ないないない。お、同案同案帰宅、同案かぶり。さあ3回目、コナミさんはさ大盤振る舞いしてますよみたいな感じだけどさ、引けなきゃ意味ねえんだってこれ。しかもさ、演出いいか悪いかどっちかだから。え、マジでもう最初からレインボーで安心させてほしい。まだ全然あるから。返す。お、来ました。よし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 。いや、確定だ。誰誰誰、持ってないやつがいい。できればカフーかデリウソ。あれロベカルだ。まあ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 、まあ、戦力的にはもう最強入りましたよ。え、だからまあこの中で一番強いもんね。一番ロベカルがいいと思うね。まあデニューソンももちろんね、うん、いいけど。久しぶりだなこのロベカル。たださ、俺ロベカルしか持ってなかったんだよ。ただなんか安心したよ、ちょっとそのお互いに一個もないってのはさちょっと寂しいからさ。あと11あんのよ。ある一人はあるし、マジである。行きましょう。俺こういう時引きの強さ見せていきます。見せていきますから。ここで両サイドバック取られてるだよ、カフーね。そしたらめっちゃ硬いぞ。てかキーパーが来てないのも不安材料ではあるんだけど。キーパーは来るな。もう取れたから取れたから、キーパーだけは絶対に来るな。わかんない、もしかしたらもうキーパーが怖い、来ない代わりにエピックめっちゃくれるかもしれない。で、さんの方にはキーパーが行きましたけど。複雑だね。そしたら俺の方はまだね、来るからエピック。え、でもさ、どっちも行きました。よし！これか、もう一回。カフー来い、カフー！やめろよ。カフーだろ。だからこっから俺もう絶対に持ってない選手だから。まあ、確かに。あ、でも色が。あれ、赤。ファンデルファールと。ファンデルファールとはもう全然わかんない。どういう感じなのか。うわー、だけど嬉しいの。え、これもう一回あるよ。いや、あるね、これ。皆さん、これまず引く価値あるかもしれない。あるかもしれません。あの、さっき A さんのガチャを見て、絶望した方もいるかもしれないですけど。ここ全カットしようかな、もう。おい一番大事なとこだって。うーわ、引けてんね。だいぶ引けてん。いや、やってんねマジで。え、だってまだあと何回級。いや、これあるわ。まだあるぞ。これはあるよ。お願いします。でも、さっきみたいな、いきなりレインボー。でもなんならもう5人引きたいもん。これはないか、さすがに。これはないでしょう。だからそういう時はキーパー来てくれれば、うん、もう完璧なスカットできるんだけどな。ボルナソサ絶対グローブすんな。先輩最後の最後でゴールキーパー、いや、そうそう、俺結構2、3回見てきたからな。ゴールキーパーがあるんだよね、うん、で、まだ8でしょ、うん、あるぞこれ本当に。もうこういうところの切り替えは早いから。キーパー、うわアルナウトビッチ、あと7回。いや、怖いなこれ。まだいけるし、まだいけるし。の怖さもあるけど、言ってみたらさ、まあ、5人はさ、当たりいるってことだから。あ、そうね。え、あー、デフホースと、あれバレットヘッド。確かに確かに、ベフホース、通常ベフホース初めて見た。6。いやー、本当に贅沢言わせてもらえばカフー欲しい。本当に。俺もカフーめちゃくちゃ欲しいんだけど。カフーめっちゃ欲しいんだけど。しかもスカットのバランス的にも本当に。グローブすんな。ホイビは。え、どうなんだろう、バランスいいのかな今。俺なんかセンターバックとか来てない気がするんだけど。センターミッドは来てるんだよね。そう、ロベカルで守るし。おっ、あ、これは違う。いやー、くっそー、今レインボーだったらな。おかしいな、もう。線はないか。キーパーでもないか。コンスタンティノス・マバロ、マブロ・パノス。センターバック来たか。お、センターバックいいね。まあ、ストイチコフもね、俺ビッグタイムストイチコフ持ってるからさ。あ、じゃあもしかしたらあいつにスキル追加をちょっとしてた可能性があるんだよな。ああ、え、キーパー来た。よし、完璧だ。それはないよ。いや、俺も見たことあるんだけど。すいませんね、あの、50分の3も獲得しました。来るんだったら最初に来いよ。なんか後から言うのは違うよ。ほんとに。え、これブチコ大笑いしてる。うわ、これやばい。行かせていただきます。まだエビック。まだエビックの可能性があります。あー、まあ、ゴールキーパー。ゴールキーパーはいらない。ゴールキーパー来い。いや、さすがにグロムつけろ、次は。引かないでしょ、ゴールキーパー。サンデル・バルゲ。あと2人か。あってほしいけど。
ないよないよな、よかったよかったよかった。これやっぱドキッとすんな。あ、1000個ねえか。うわ、ない。トーマスパーティー、スカットには全然いい。カグー来い、ラスト。これでカグー来たらマジすごいぞ。確かに。お願いします。はい、引かない。あとはキーパー引かないだけ。キーパー、それか1000。キーパー、キーパー、キーパー、キーパー。よし、いやマジか、いいんじゃないか。だいぶ神引きじゃない。だいぶ神引いたよ。割り切り行かしてもらうで、これは。すいません、勝たせていただきます。じゃあ A さんさ、もう全く育成もできないじゃないですか。言っとくけど、負けた時辛いぜ。これで負けたら俺めっちゃ辛いんだよ。ということで、スカットの紹介したいと思います、はい、行きましょう。ということで、無料エピックガチャ、はい、スカットの紹介いきたいと思います。大量でございます。いや、フォーメーション 4-2-3-1 ゴールキーパージョゼ・サーキーパー取ってますもんね。左からアラナ、ウスティゴール、カイル・ウォーカー、アレクサンダー・バー、ダブルボランチ、トーマス・パーティーとリチャルド・サンチェス。左サイドウィング、あ、左サイドハーフマルシッチ、右サイドハーフハリー・ウィルソン、トップ下マリノフスキー。多分通常しっかりレベル上げてていいんだよ。え、なんか、ね、企画覚えてないやん。本田圭佑。ああ、ええ、だけどこいつなんかあれだっけ。本田圭佑と左利きで、そういうことか。まあ同じぐらいでポジションで近いやつってやつね。そう、近いってことで本田圭佑、仮想本田圭佑ってことやったと思うんだよね、はいはいはい、いや俺なんかマリノクみたいなやつをさ、うん、なんか聞き覚えあんなとなんか思ったけど、そういうことか。でセンターフォワードアイヴァン・トニー。はい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 、ベンチメンバーは4人ですね、ジョン・コルドバ、シュポモティン、ドーワン、ブディミル。豪華です。いやいや、待ってくれ。それ、豪華、うち、とんでもない豪華だから。いや、そんなことあるか。行かせていただきますよ。ということで、私のフォーメーション、4-2-3-1 のショートカウンターで、ゴールキーパー、A さんと同じく、ジョゼ・サー。フォーバック、左から、エピック、ロベカルー。ということで、後で育成も紹介させていただきたいと思いますけども、はいはい、そしてセンターバック2枚、コンスタンディノス・マウロ・パノス、エムレ・ジャン。そして右サイドバックに、ちょっと適性薄なんですけど、トーマス・パーティーということで、で、ミッドフィルターが5枚、DMF2 枚、右、グリーリッチ、ピエール・ホイビは、左サイドハーフに、ボルナ・ソサ、右サイドハーフ、こちらに、ドゥアン、トップ下、ここに、ラファエル・ファンデル・ファールト、で、最後、センターフォワード、アイヴァン・トニーということで、なんか同じフォワードになりましたけども、あとですね、残り4枚、ペトコビッチ、ベフホースト、アルナウトビッチで、最後、サンデル・バルケということで、ベフホーストさ、スパサブついてるってこと、この通常もついてないわ。ついてないんだこれ。これスパサブないわ。ということで、まずこちら左サイドバックのロベカルー、能力見ていきたいと思うんですけど、うん、まあ、プレイスタイルはこんな感じで、能力こんな感じです。まあここら辺はほぼ上げてなくてですね、上げてなくてもまあまあ、そう、ディフェンスこれ12振りまして、めっちゃ振ってるな。結構ディフェンス能力ロベカルにしては上げてきました。スピード100、瞬発93で、キック99のジャンプ83、フィジカル80で、ボディコン90のスタミナ。結構フィジカルあんだな。結構高い。スキルはコントロールカーブとか、うん、のミドル、ピンポイントクロス、アウトスピン、もう本当にフォワードかっていうぐらいの能力なんですけども、追加スキルはまあなしということで、うん、だから食わしたんだよねこれ。食わせました、前のやつを。だ、前のやつもスキル追加はしてなかったってこと。してなかった。やっぱビッグタイムのあの前のロベカルの方につけてました、はいはいはい、でこの後もうこれに関しては本当に初獲得なんですけども、ラファエル・ファンデルファールトということで、結構ね、ファンデルファールド俺舐めてたんだけど、なかなかいい能力かなと思いまして、能力こんな感じです。オフェンスも80まで乗ってまして、あとはドリブル以外、ボールコントロール92で、ボールキープ94で、グランダパスも91、フライパスも95ということで、はいはい、まあ、このあたりがだいぶ高くてですね、結構やるんだよね。で、決定力82、プレースキック94で、カーブ94と蹴れまして、で、スピードは82とそこまでないんですが、瞬発90あって、しかもキック98までいきます。で、ボディコン81のスタミナ88ということで、で、逆足頻度高い、で、逆足精度が最高ということで、あれ、ファンデルファールと思った以上に結構強えなと思いまして、で、スキルもまあダブルタッチとかはないものの、足裏あってミドル、ワンパス、ルーパスで、ピンポイント、アウトスピンなどもありまして、うん、強くね。普通に100いくんだな。いや、そうそう、まあ一応負けてねえな。ということで、試合の方行きましょうか。やっていきましょう。いや、これエピック2人にはマジでかいと思うぞ。いや、これやっぱ抑えますよ。
でもさ、こっちもさ、言ってもプロ。おい、おかしいだろ。ケツの穴で新しい星はさ、規模でかくねえか。でそこへ、微生物住んでますね。一応その栄養分とかさ、その星を作るに必要な成分は全部整ってるってこと？いや、全然。整ってないんだ。大腸菌。マジで奇跡の星じゃねえかよ、それ。できたの。大腸菌。マジで奇跡の星じゃねえかよ、それ。できたの。いや、怖い怖い。わぁ。でも、カイルウォーカー結構いいと思うんだよな。いや、それは、確かに。全然センターバックでも。レベル上げてなくても、ディフェ、なんかフィジカル結構あると思うんだよ、ね。うん、うん。来い！よし！まあ、まだわかんないからね。わかんないわかんない。ここだって、今、ロメカルの、経由しないから。そうそうそう。あ、別になんていうか、エピック選手がやらかした失点じゃなくて、これはお互いに獲得してるような、まあ、通常の選手がミスってるっていう、まあ、あとだから、まあ、取り囲するだけなんで。え、それ厳しいの。ちょっと待ってくれよマジで。おーしよし、そうだな。結局さ、そうなんだよ。エピックがいるっつったってさ、ポジションはやっぱりさ、そうなんだよね。うん。おい、これマジで早い段階でロペカルサイドハーフあるぞ。もういないじゃん、だってエピックこの後ろには。ロペカル早く持ってこいや。あ、マジでやべえかも。本当にジョゼさ引けたのは本当助かってるけどさ、うん、よっ来た、ファンデルファルト、オッケー、はい、いいパスだったのに。あ、今普通にフリーだったな。ねえ、これロペカルじゃない？行ってもらおうか。あ、そっち行っちゃった。え、おい、あらあらあら、うわー、危ない危ない危ない、がっつりじゃねえかよ。出てるなぁ。そんな出てた。ここいないからさ。なかなかエムレちゃんいいね。ていうか、ファンデルファールドのパスがいいな。いや、トップ下にボール回らないようにしたいなぁ。うん。やばい。お、いいよ。やばい、ここ、ここ真ん中。どう？ファンデルファールドじゃない？違う？これファンデルファールドっぽい。ファンデルファールドだ。ただ左利きだから、あいつは。くっそ。早いね。早い早い。おいつおい、シンプルに取れたぞ。で、ここファンデルファールトで一回経由してパス。なみOK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 。 やばいな。いや、やっぱミスしますから言っても。ちょっとこんだけ高い能力だったら、やっぱファンデルファールトで締めるぐらいの感じで行った方がいいかもしんねえな。なんか裏取りやすいね、ロベカルのとこ。なんかめっちゃやられてんだよね。てか、トニーめちゃくちゃ速いんだけど。いや、トニーがさ、センターフォワードの中だったら群抜いて能力高かったんだよな、こいつ。俺もトニーだし。キビン。てか、トニーちょっと体も強い。うん、あ、強い。ちょっと待って、もう2点もやられてんだけど。ドアンか。来た。ちょっと待って。いやいやいや、どうしよう、マジか。え、トニー3点。トニー3点だ。こいつ強っ。まあ、ちょっとキーパー全然出てこないなとは思ったけど、まあまあまあ。しかも、確かラインブレーカーとかでもなかった気がするんだけど。なんかターゲットマンとかじゃない？思ってたフォワード、ターゲットマンかリンクフォワードしかいなかった気がしたもん。え、ちょっと俺これもう、これでいこうや。ロベカルサイドハンドでいきます。はいはい。もうこれよ。攻撃。上積みするんだったら。やばいやばい。ミスだ。あ、いけるぞ。おい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 。まさかロベカルと変わったお前も上がってくるつもりか。え、うわ、マジか、危ねえ。いや、キーパー取れてねえじゃん、絶対あれ。じゃあ、そっちのトニーが3点取れてるってことは、うちのトニーもね、3点取れるから。あ、もう疲れてません、大丈夫。あ、そう、そんな大丈夫。いやー、攻めてくるね、ロベカル。いや、ロベカル行くよ。頼む、ロベカル。行ってくれ。トニー、トニー、トニーに行こう。マジでゴールの匂いプンプンだな。バレットヘッドついてるみたいな感じ。いいよ、ほんとほんとに。ハリー・ウィルソンへ。お、ロベカル。おお。うわー、来た、ついに。ん、やばい、やばい。よし、行け。やばいかも、ほんとに。やべえ。これあれ行っちゃうか。何？おー、危ねえ。よし。まあ、言ってもさ、めちゃくちゃお互いね、二人とも、守備的ではないから。そうそうそう。いいよ、二人で、ロベカルが。やばい。ナイス、危ねえ。バー、あ、まだ。いや、シルトになってる。あ、見て。よしよしよし。
あれはもうロベカルの飛び道具にかけるしかない。危ねえマジで。戦術ロベカルで、ここでよしよしよし、来たねここ。やばい、ナイスナイス。ケツナーなんで星作ってる場合じゃねえよ。ケツナーなんで星作ってる場合じゃねえよ。オフェンス指示、オフェンシブ、はいはいはい、ロベカルオフェンス指示、オフェンシブ、ウィングってことね。ウィングとセンターフォワードってこと。そう、でファンデルファールトも行ってってことは守備もう誰もいなくなるってことか。まあだからもうこの後ろにいるやつらに任せるしかない。これはまあ変える必要、え何これ。納得したわ今ので。いやディフェンスの替えいねえよ。いないんだよな。ナイス。でもほぼウィングのロベカルがいます。いいよいいよいいよ。いいよ。スペースウェブ、ビチャル・サンチェスからアレクサンダー・バー。ちょ、いいね、仕上がってるよチーム。やばいぞ。やっぱ向こうはエピックいるってことでさ、みんな団結してるから。いやこっちはまずさ本当にエピックに活躍してもらわないと困るわけよ。トニー4点目あるよ。活躍してもらわないとさエピック入った意味ねえから。ロベカル、ロベカルに、うん、確かに。そうそう、あらない。 OK。 いやどうどう、なんかこのマルシッチとトニーのコンビがやばい。マルシッチも結構いい活躍してんだよな。いいな。いいじゃん、エムレちゃん。ロベカル、いいじゃん。ロベカルから奪うか、そんな簡単に。やばい。さあ、ファンデルファールトどこ行った？あ、トニー、やっぱキープ力あるね。がーもうちょい。いやー、おおロベカル。いやー、おおロベカル。おおロベカル。あぶねえ今。ロベカル今立ってるだけだ。立ってたな今。いいよ。だんだんロベカルで勝負しなくなってきてるじゃん。いやちょっと厳しくなってきた。いや今度。このブラジルロベカル、もうちょっと攻撃的なロベカル作ってみようかな。あー確かに分けれるからね。うん、ロベカルは消しないだな。ドーアンダブルタッチあるからいいんだよな、使いすぎだな。こいつだからフラグになるから。本当になんでなんだろう。やばい、ナイス。こういうの怖いんだよな。でここでオッケー、ロベカルサイドいない、逆いた。うわーまあ、いやこれ押さねえんだ、でかいぞ。なんかバーに結構いいとこ取られてんだよな。よっしゃ来た、やばい、よしよしよし。いやー怖え、あのビッグタイムの方のロベカルだとあそこがゴリゴリきそうなんだよ。いやいけるんだよね。いやこのロベカルにそこまでのドリブルの使用感はね。うわいけんか、すぐトニー、やばい。トニーえぐいぞ。トニーやばいわ。あ、惜しい。ロベカル。ダメか。何やってんだ。よー、キーパー。マジか。バー当てたわ。よし。うわー、ドアもダメ。パーティー。よっ。こいつキューロー、キューローもう何もできなくて叫ぶしかなかった今。心の声よ今の。心の声、もう何もできないのにボールだけは去っていくみたいな。うわでもトニー前半で決めた分動かないんだよな、もう。おおやばいんだよ時間が。いやー飛んで、うわシース、うわロベカルが走れるね。さあそしてファンデルファールト、よし、
やばい、トニー、当たっちゃった背中。さあエメレちゃん、やべ、でドゥアン、マジで疲れている。よし、ファンデルバルトかな、やばいよ、いけー、ロメちゃん、いっか。まさかロメカルヘッド、いやあったな今マジで危険なんだけど、こぼれてきた、ういっ、くっそ、まあここだけ頼むわ、ドゥアン、ドゥアン、オッケー、よし。何にもできなかったよ。エピックいけなかったけどさ、よかったよ、ガチで。俺的には別にガチャの結果も全然申し分ないというかさ、これからあいつら使うことあるね、あのロメカルとファンデルファルト。俺はさ取れなかったからさ、使いたかったんだけどさ、どう、俺なんか取っただけ取ってちょっとショック受けてるわ今。